日常演劇ブータミックへようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートの全粒粉サラダチキンに卵サンドタンパク質を添えるを食べたいと思います。どんな味なのかな、このサンドイッチは。全粒粉ってことは食物繊維豊富ってことなのでしょうか。では気になりますね。それでは、まずは、開封して、はい、まあ、外からのパッケージ通り、トマト、卵に挟んでます。では、いただきます。バジルソースも確かにあるんですが、どちらかというとトマトの味の方が強いですね。で、その上にチーズも乗っていて、ちょっとしたピザのような感じで味でした。チャラダチキンの食感も感じられて美味しかったんですが、もうちょっとお肉欲しいなと思えてしまうような部分もあったので、こちらも点数とさせていただきました。まあ、トマトが好きな方にはおすすめです。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。